立ちくらみやめまいなどを引き起こす貧血、血液の中の赤血球が足りない状態で起こりますが、時として大きな病気のサインとなっていることがあるようです。先生、まず貧血について教えてください。はい、血液の細胞にはですね、赤血球、白血球、血小板と3種類の細胞があることはご存知と思いますけども、はい、そのうちの赤血球、うん、あるいはその赤血球の中で酸素を運搬するヘモグロビンというものが足らなくなった状態を医学的には貧血と言います。はい、それらが足らないせいで酸素を十分に運搬することができなくなって、うん、心臓に負担がかかってきます。で、血液検査をしますと、もう赤血球数、ヘモグロビン、はい、ヘマトクリットと、これらの検査で見るわけですけど、まあ、男女差がありますが、はい、この基準値よりも下がってきた場合を貧血と定義します。さまざまな原因の貧血がありますけども、はい、まあ、貧血に共通した症状として動悸、息切れ、疲れやすい、だるい、めまい、立ちくらみ、こういった症状が出てきます。多くの人が、まあ、貧血になっている、例えばものっていうのはどういうものがあるんでしょうか。そうですね、はい、まず一番よく見られる貧血はこの鉄欠乏性貧血ですね。はい、鉄というのは先ほどのヘモグロビンの材料になってきますので、うん、これが足らなくなってきて貧血になるんですけども、はい、基本的には体のどこかから慢性的にじわじわと出血が起こった時にこういうタイプの貧血になります。はい、多いものとしては女性では生理の出血、はい、あとはまあ更年期以降では子宮筋腫、まあ、あと偏食とか過度のダイエットが原因になることもあります。はい、さらにはこういった消化管のがんですとか、うん、潰瘍、そういったところからの出血も原因になることがあります。もう一つ別なタイプの貧血としまして、ビタミン B12 欠乏性貧血というのがあります。はい、これは肝臓に蓄えられているですね、ビタミン B12 が足らなくなってくると、まあ、ちょっと特殊なタイプの貧血になってきます。ビタミン B12 というのはですね、まあ、口から経口で取られて、はい、胃の中にある内因子と呼ばれる糖タンパクに結合して、うん、まあ、その結果潰瘍というところで吸収されて体の中に入るわけですけども、はい、萎縮性胃炎があって内因子に対する抗体というのがあって、そのせいで吸収できなくなってきて結合してくる、こういったものを悪性貧血という言葉を使っています。はい、これはかつてはですね、この病気分かるまではこれによって命を落とす人がいたので、はい、悪性貧血という名前がついてますけども、まあ、今となってはビタミン B12 の欠乏ですので、まあ、これで命を落とすことはまずありません。それと同じことが胃とか小腸を切除した後、はい、あるいはまあ重篤な肝障害の人とか、うん、完全な菜食主義者の方、こういった方でも起こってくることはあります。うん、この乳児っていうのはどういったことですか。そうですね、お母さんが完全な菜食主義者で、その方から完全母乳栄養で育てられると、まあ、その乳児の方もビタミン B12 が足らなくなってくるということになってきます。もう少し詳しく症状について教えてください。貧血に共通したそのめまい、ふらつき、倦怠感、疲労感、そういったものに加えまして、今述べましたまず鉄欠乏性貧血の方からいきますけども、はい、口唇炎、口角炎、舌炎ってこれらの場所がまあザラザラと荒れた感じになってきます。荒れるだけではなくてですね、味覚の異常を伴うことが多くて、はい、氷ばかり食べたくなってくる、異食症っていうのはよく見られる症状ですね。はい、まあ、それ以外にも、まあ、爪の変形ですね、まあ、スプーン状にすり替えて薄くなって割れやすくなってくる、最近ではまあ足がムズムズする、そういったような症状の原因になるということも分かってきています。はい、ビタミン B12 欠乏性貧血の場合は一般的な症状に加えて舌の炎症が起こってきますけども、ハンター舌炎という名前がついています。はい、この場合にはですね、舌乳頭というのは萎縮してちょっと舌が光った感じになってきます。まあ、それ以外にですね、やたら白髪が多い、まあ、胃の方は萎縮性胃炎、あるいは胃無胃酸症という症状が出てきます。さらに神経症状を伴うのがこのビタミン B12 欠乏性貧血の特徴で、まあ、手足のピリピとした感覚、異常感覚ですとか、はい、あとはふらつきとか歩行障害、進行してきますと精神機能障害も起こってきます。どんな治療になるんでしょうか。まあ、これらの貧血の場合にはですね、まあ、足らない成分をまあ補充してあげるということが治療になってきます。はい、鉄欠乏性貧血の場合には鉄剤を、まあ、基本は内服薬、飲み薬で飲んでいただくと。でこの場合にはビタミン C と一緒に飲むと、まあ、吸収が良くなるということは知られています。はい、まあ、ただですね、鉄剤の内服薬はどうしてもその吐き気があったりちょっと飲みづらくて飲めないという人が結構いまして、はい、そういった場合にはまあ静脈注射で治療するということになってきます。そしてもう一つ大事な点は、鉄欠乏性貧血というのは
体の中のどこかから慢性的に出血している病気があって、はい、まあ、その結果として出てきている可能性が高いので、まずその元の病気を探すのは大事になってきます。特に胃とか大腸のがん、あるいは胃潰瘍、まあ、特にですね、がんを見逃してはいけないので、こういったものをちゃんと調べるために内視鏡の検査が必要になってきますし、はい、女性の場合は婦人科の診察も重要になってきます。ビタミン B12 欠乏性貧血の場合にはですね、まあ、うまく吸収できていないということですから、筋肉注射で補うのが基本となっています、うん、はい、まあ、ただしですね、最近では内服薬で十分量飲んでいただくと一部吸収されて、まあ、それでも重要になるということも分かってきています、うん、さらにはですね、萎縮性胃炎の時にですね、ピロリ菌に伴う萎縮性胃炎が原因になっていることもありますので、はい、その場合には内視鏡検査をしてピロリ菌が見つかったらですね、そちらの除菌治療も行っていきます。重大なその病気の原因になるというか、貧血もあるそうですね。そうですね、まあ、例えば代表的なものとしてですね、うん、いわゆる急性白血病という病気があります。血液の細胞はですね、こちら骨の中の骨髄というところで、まあ、作っているわけですけれども、骨髄の中の若い血液細胞から、まあ、枝分かれして赤血球、白血球、血小板という細胞になって、うん、まあ、それが血液を通って全身に供給されているわけです、はい、急性白血病になってきますと、骨髄の中で白血球の一部ががん化して異常に増えてきて、正常の血液細胞を作る場所がなくなってしまいます。その結果、正常の赤血球、白血球、血小板が減ることによる症状が出てきます。さらにはこのがん化した白血球は、まあ、全身を駆け巡ってですね、いろんな臓器に浸潤、はい、入り込んだりして、いろんなところが腫れてきたりすることもあります。でこういった場合にはですね、まず抗がん剤治療、化学療法によって寛解という状態に持っていくと、まあ、可能であれば骨髄移植のような造血幹細胞移植も行うことがあります。じゃあ最後に受診の勧めお願いいたします。貧血と一口に言いましても、実は様々な原因の貧血があります。で一つ目はですね、まあ、赤血球が骨髄でうまく作れないというタイプの貧血ですね、うん、代表的な病気としてはですね、再生不良性貧血ですとか、まあ、今日お話したビタミン B12 とか鉄欠乏の貧血、はい、あるいは白血病の貧血にもここに相当します、うん、それ以外にですね、赤血球というのは人間の体の中で120日間生きるんですけども、うん、これは何らかの原因で早く壊されてしまう、うん、これを溶血と言いますけども、はい、それによる貧血、あるいはもう出血ですね、体の外に出ていってしまう、こういったさまざまな原因の貧血がありますので、まずはどういった原因の貧血か、うん、診断つけることが一番重要で、うん、まあ、その診断によって治療法全く変わってきますので、はい、まず症状がありましたらですね、まず病院を受診していただいて、どういった原因のどういったタイプの貧血かを調べていただく必要があるかなと思います、うん。